ドコモプライムシリーズ回 -09C は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモプライムシリーズの端末本端末は2010年6月に発売された回 -06B の実質的な後継機種となり防水スライド横モーションの系統を引き継いでいるこれは通常の縦型スライドプラススライドを開いた後に 液晶部を横90度に半回転させることができる形状となる。画面を横することによってワンセグや撮影した動画などを画面いっぱいに再生することができる。本機はドルビーモバイルエンジンを搭載しており、スピーカー使用時やヘッドセット使用時に臨場感、溢れる音声をワンセグミュークプレイヤー、ムービー再生時に使用することができるのが特徴である。デザインは カイイマナス a 6 b はやや丸みを帯びていたのに対し、カイイマナス a 9 c は角張ったフォルムとなり、厚みも抑えられている。前機種では、プラスチックのメッキフレームが採用されていたが、当機種では、メッキを廃止し、代わりに、グラスイルミフレームというクリアフレームとなっており、その上下のフレームには、LED バーが埋め込まれ、着信や画面の操作によって、七色に光る。 またキーボードも23パターンのカラーでキー操作や温度変化に連動して光る。防水機能は IPX5、IPX8 の性能を有しており、浴室などでワンセグの視聴などができるようになっている。防水やスライド横モーションまでは解 06B と変わらないが、本体末から加わった機能として3.5インチの 3D 液晶がある。これは sh-10c や sh-12c と同様に専用メガネをかけなくても立体的に表示させることができる。これにより 3D で撮影した写真が閲覧できたほか、過去には 3D 対応の YouTube や YouTube の動画を立体的に視聴することができた。この 3D 液晶に合わせ以下の 3D 対応アプリがプリインストールされている。 液晶パネルには事実上の仙台に当たる回 -01、C 回 -06B 回 -09A と同様に静電容量式のタッチパネルが搭載されており、ほとんどの操作を天気を使わずタッチパネルだけで行うことが可能である。そのためスライドを閉じたままでほとんどの操作をすることができる。また、待ち受け画面は待ち受けカスタムパレットと言われる機能により、 アンドロイドスマートフォンのように、ウィジェットなどを自由に配置でき、スマートフォンのように、自分好みの待ち受け画面を作ることができる。また、指で書いた手書き文字を、待ち受け画面にすることができ、メモ代わりにすることができる。カメラは1630万画素理面、照射型 CMOS センサー、XMAR、R4 モービレと、富士通製の画像処理エンジン、Mirview とモバイルを搭載し、 今まで以上に高感度、低ノイズとなっている。また、録音時間の違う2枚の写真を同時に撮影し、自動で合成し、自分好みの写真にカスタマイズすることができる。先代の回マイナス 0HC のソフトウェアを踏襲し、メモリーいっぱいまで、ひたすら連写する無限連写モードが搭載されている。アートカメラと呼ばれる、トイカメラ機能では、以下の11種類のフィルターが用意されている。 また女性を意識した小顔撮影、ふんわり、くっきり撮影モードなども用意されている。一眼レフカメラのように背景のボケの度合いを強調して撮影も可能となっている。動画撮影機能においても、常実の高画質カメラによりフル HD サイズのフルハイビジョンムービー撮影が可能となっている。また動画撮影においても、被写体にフォーカスが自動追従したり、 顔優先オートフォーカスや事前に登録した人に優先的にフォーカスを合わせるサーチミーフォーカスにも対応している。動画に合わせた音声の録音においても 48kHz サンプリングの高音質ステレオ録音が可能なスーパーサラウンドマイクを搭載しているほか、ズームに合わせ、ズームフォーカスに合った適切な周音効果を発揮するダイマジック社のズームマイク機能でが搭載されている。なお、 世マイナスレ HC であった動画撮影時にカメラの絞りの音が入る不具合は今回は解消されているワンセグは 60fps の2倍速表示と4倍速表示に対応しているまた視聴中に受信エリアが変わると知らせるオートエリア切り替え録画先の残容量に応じて本体またはマイクロ SD カードへ自動保存や多機能との同時利用をやながら メールができるに画面表示、録画データについて再生する開始位置の指定が可能。多機能との同時利用や、ワンセグを見ながら、メールが利用できるに画面表示に対応している。さらにホームシアターに相当する 5.1CH サラウンドで、ワンセグやミュージックプレイヤーのサウンドを立体的な臨場感、ある音質で楽しめる、ドルビーモバイル5.1サラウンドも利用可能となる。また、 本体スピーカー使用時には臨場感あふれる音声に自動補正するイコライザー機能を持ったドルビーモバイルを使用することができる。テレビのジャンル別に手動または自動で選択することができる。HDMI マイクロプラグに対応した HDMI ケーブルを使いハイビジョンテレビに接続させることで回 -0QC で撮影したハイビジョンムービーや写真を直接表示させたり、 i モード、i モーション、スマートブラウザフルブラウザ PDF、ドキュメントビューアなどをテレビに表示させることができる。回 -09C は、回 -06B や回 -01C と同様に i e e 8 0 2 1 1ビット G に対応した Wi-Fi 機能が搭載されており、ポケット Wi-Fi や自宅の Wi-Fi ルータ、そして公衆無線 LAN などに接続し、 高速なブラウジングがパケット代金なしで利用ができる。その他にアクセスポイントモードが可能となっており、ス -09CO を焼きとして、Nintendo DS や iPod Touch などを使って Wi-Fi 環境のない場所でもインターネット接続ができる。またそのためには i モードとは別に MoperaU などのプロバイダーへ接続する必要がある。また Wi-Fi では回リンクと言われる 富士通の独自の技術を使い、ス -09C 内の保存データを Wi-Fi を使ってパソコンやス -09C 同士で共有することができる。その他に Wi-Fi プリンターに接続し、撮影した写真や保存したワードや Excel、さらにアテナ印刷などのドキュメントを印刷することができる。ブラウザでは通常の i モードブラウザやフルブラウザに加え、 深いマイナス 10C などと同様に WebKit で開発された Web ページの高速表示とタッチ操作向け UI に対応したスマートブラウザを新たに搭載している。本端末にはセンサーとして AGPS、加速度センサー、地磁気センサー、温度、湿度センサー、光センサーなどが搭載されている。それぞれのセンサーを活かしたアプリケーションが搭載されている。 地磁気センサーを活かした方位磁石であったり、湿度センサーを活かして測定した温度、湿度情報や日本気象協会監修の各種指数やアドバイスなどをアプリや待ち受け画面などに表示させることができる。また GPS や地磁気センサーを活かし、携帯を街にかざすだけで近隣の店舗情報や口コミ情報などを取得できる AR 対応ロケーションレーダーなどがある。 また加速度センサーを使ったゴルフレッスンアプリや歩数計機能を使った健康管理アプリなども搭載される。富士通ならではの個人情報を保護する指紋センサーや指定した人からの着信やメールを隠し、ホルダに格納し他の人から見られることを防ぐ指紋認証と連動したシークレットモードが搭載されている。その他に自動キーロックやマイクロ SD のパスワード設定などが 可能となっている。FM トランスミッターが搭載されているため、回0 9 c に保存されている音楽を車の FM ラジオなどを使って再生することができる。もちろん Bluetooth も搭載しているため、それを使っての音楽再生も可能となる。メールでは指定した日時に自動でメールを送信したり、指定相手から着信、受信があると、 自動的にメールを返信するなどといった機能がある。同梱されている電子辞書のデータがインストールされた CD-ROM から別うじのマイクロ SD カードにデータをコピーした上で本体のマイクロ SD カードスロットにカードを挿入すれば高次元、現代用語の基礎知識といった25種類の辞書を利用することが可能となる。また、 人混みなどの騒音に対応したスーパーはっきりボイスさんや新幹線乗車中、歩行中、走行中の特定の行動に合わせた適切な音質調整を行うぴったりボイスを採用している。2011年に NTT ドコモの夏モデルから開始されたコンテンツパッケージや50ミモーションにも対応している。これらの他にドコモマーケットから様々なアプリケーションをダウンロードし、 インストールすることが可能となっていたが、2015年春にフィーチャーフォン向けのドコモマーケットサイトが閉鎖されたことに伴い追加でアプリをインストールすることが難しくなった。対応プロファイル。ありがとうございます。